W.A.Japan は、かつて存在した、日本のプロレス団体。1992年、W.I.NG. プロモーションの創設者の一人で、悪役マネージャーだったビクター・キニョネスは、W.I.NG. の代表であった、イバラギ・キヨシと衝突して、W.I.NG. から撤退。その後、W.I.NG. が崩壊したことにより残された、元所属選手を救済する目的によって設立。 1994年5月21日、高楽園ホールで旗揚げ戦を開催。当時、実際のオーナーはキニョネスだったが、当期その他の理由から、キニョネスの知人である、日本人の若手実業家を社長に迎える。岩流山から移籍した荒谷信孝をエースに、WING から移籍した金村幸弘が対抗して、それに、 キニョネスがブッキングした外国人選手が絡むという図式で興行を開催。その後、金村が FMW に、アラヤが w ォーに移籍して、両エースが離脱する事態に直面するが、金村同様に WING から移籍した中牧昭二と小野博がタッグチーム、チミドロブラザーズを結成して、画鋲デスマッチなどの過激なデスマッチを展開。それに加えて、 キニョネスのブッキングで、テリー・ファンク、カクタス・ジャック、ダンス・バーン等の大物選手を招聘。加えて、当時のライバル団体であったカイ MW を対談した、ターザンゴと・ゴトミスター・ガンノスケ、フライング・キット・市原のユニット、新 FMW なども参戦。1995年8月20日、川崎球場で興行を開催するほどの流星を得る。同年、 NWA にも加盟。11月から12月、NWA 世界タックリーグ戦を開催した他に、NWA 世界ヘビー級選手権試合も組まれたことがあった。1996年、代表のキニオネスが、経営陣から撤退し、FMWA、手駒の外国人選手を率いて参戦。これに、中巻も交往する形で離脱して、 FMW へ参戦するなど苦境が続いたが、新 FMW 軍との構想をメインになんとか、工業活動を維持することができた。1997年2月、元 WWF 極東地区担当マネージャーで、前年に、ウォーで選手権ブッカーとして参戦していた佐藤昭雄専務として招聘。この佐藤のラインから六月には ECW と業務提携を結び、 レイベン、トミードリーマー、スティービー・リチャーズなどの ECW の精鋭が興行に参加するなど、全盛期の勢いを取り戻すものと思われた。11月、海会会の設立に、佐藤が関与して対談。これに交応する形で、新 FMW 軍も撤退するなど、存続の最大の危機を迎えることとなった。この時は、若手選手の山田圭介が代表に就任し、 手こいれとして、FFF に参加しなかったザグレート歌舞伎を、所属選手として、3個の例で迎え入れ、ファンの支えにより、なんとか持続することができた。記者会見の場でもあった、お食事どころ花前1999年、選手権代表の山田が対談。それと前後して、当時講演者でもあった、浅野紀州が代表に就任。上記の通り何度も、 存続の危機に見舞われるが、その都度危機を乗り越え、ネームバリューのある外国人選手の招聘や、プロレスリングノアをはじめとする他団体との交流を行っていた。主なストーリーラインは、謎の集団、馬軍団を中心とした、新宿二丁目劇場と銘打ったコミカルなアングル。小規模会場をメインとしながら、継続的な興行を開催していた。2011年6月26日、 3月11日に、沖田東北地方太平洋沖地震の復興ボランティア工業を、浅野の地元宮城県岩沼市で開催。8月に松田慶造、12月に小部拓馬が対談して、所属選手が0人になった。2012年9月30日、浅野の60歳の誕生日前日に約1年3ヶ月ぶりの工業、金60歳を新宿フェイスで開催。 2014年9月29日、浅野が体調面の不安から年内で引退と同時に、年内で IWA ジャパンの活動休止を発表。10月13日、新宿フェイス大会を最後に活動休止。同工業で浅野期集大で引退記念試合が行われた。活動休止中ではあるが会社は存続しており、王座の管理、馬軍団のマネジメント、浅野が運営している。 飲食店、お食事どころ花前の営業を事業としている。岩世界ヘビー級王座、岩世界ジュニアヘビー級王座、ウフ世界女子王座の統一王座。正規群馬軍団2008年秋、プロレス界に突如現れた未確認生物の姿をした選手たちで結成された謎の軍団。IWA japan を主戦場としてプロレス界において異質な活動を続けている。 ありがとうございます。